8時になりました。週明けの株式投資に向けて、今週安くなった高配当株、新ニーサランキング激進、高決算で急落の4名柄についてお話しいたします。今回は超高配当名柄の動き、今週株価が下がって安くなった高配当名柄、高決算なのに急落した4名柄、注目の急落3名柄、 プライム市場かつ売買代金100億円以上の高配当銘柄の動きそして最後に新忍者ランキングに激震の順でお伝えいたしますまず超高配当銘柄の動きからこれは現在の全市場での配当利回りランキングとその動きです利回り5%を超える銘柄が並びますが 年明けから5%を超える銘柄はどんどん減っており、このリスト以外で5%を超えるのは r、r バン、グランディハウス、エリテの3銘柄だけです。利回り1位のアルテプロは、中期計画の取り下げにより、株価はマイナス12.61%下落し、利回りは先週の 5.60%から6.41%に上昇しています。こちらがアルデプロについて出た記事です。大幅反落。中期計画取り下げや配当方針の見直し予定を発表。中期5か年計画の取り下げ。年間配当20円を計画していた配当方針の見直し予定を発表している。 特設注意市場銘柄の指定を受けるに至った原因究明及び再発防止策の策定、実行への注力、現時点までの業績進捗や今後の先行き不透明感などから経営計画などの達成は困難であると判断している模様。また改善計画書の検討、ドラフトの策定も 当初予定の1月中旬から下旬に延期するとしている。繰り返しになりますが、減廃の可能性が高くなりましたので、くれぐれもご注意ください。アルデプロですが、このように金曜日マイナス9.30%の大幅な下げとなっています。そして第3位のファーストブラザーズ。こちらは株価が 20.16%もの上昇となっています。これは1月12日に32円から67円へ大幅増配が発表されたことによるものです。ファーストブラザーズですが、このように急騰し、その後は緩やかな上げとなっている状態です。この他には、ミズホメディ、 K.I. スター不動産、イベレステが,がそれぞれ買われて上がっている状態です。まず、ミズホメディですが、このように年明け、急騰した後は緩やかな上げとなっています。そして KI スター、K.I. s t a こちらも年末から年明け、ここで急騰した後は、ほぼ横横の状態です。 そしてリベレステ。こちらも年末から年明け、この期間で急騰した後は緩やかな上げとなっています。次に今週株価が下がって安くなった高配当株です。現在、配当利回りは2.5%から3%を中央値とした綺麗な正規分布となっており、3%程度は ごく標準的な利回りですここでは3.75%以上を後輩等株として扱っています。まず、値下がり率10位から。先週株価2556円から、今週の金曜日2451円にマイナス4.11%値下がりし、先週金曜日の 3.91%の利回りから現在4.08%の利回りとなった産業特殊成功です産業。産業特殊成功、特に理由は見当たりませんが、先週の金曜日からこのように続落している状態です。そして第9位。先週金曜日が1176円。 今週金曜日1116円。株価はマイナス5.10%下がり、先週金曜日は利回り3.8%から、現在は4.0%の利回りとなったプロパティテクノロジーズです。こちらがプロパティテクノロジーズのチャートですが、このように年明けからずっと続落している状態です。 プロパテ,ィテクノロジーズについては1月12日に決算が発表されています。今期計上は11%減益23年11月期の連結計上利益は前の期比51.9%減の10.5億円に落ち込み24年11月期も前期比11.2%減の9.4億円に減る見通しとなった。 9月から11月期、第4クォーターの連結形状利益は前年同期比27.8%減の5.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.0%から6.0%に悪化した。こういった内容でした。次に第8位。先週金曜日1060円。今週1003円。 マイナス5.38%下落したフラップジャパンですフラップジャパンこのように先週1月12日は1071円でしたが大幅に急落している状態ですフラップジャパンは先週1月12日に決算を発表しています9月から11月期 1> 第1クォーター最終は74%減益。24年8月期第1クォーターの連結最終利益は前年同期比74.2%減の2500万円に大きく落ち込んだ。9月から11月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の10.5%から7.4%に低下した。こういった内容でした。 次に第7位。先週金曜日1666円、現在1566円、株価はマイナス6.00%下落し、先週利回りは4.56%でしたが、現在利回りは4.85%に上昇したピジョンです。ピジョンも特に理由はありませんが、 ここが1月12日、先週金曜日です。このように続落している状態です。次に第6位。先週金曜日953円、現在891円、株価はマイナス6.51%下落し、先週金曜日の利回り3.46%から現在利回り3.70%に 上昇したナンバーワンですナンバーワンこのように株価が続落していますがここで反転するかの状況になってきていますナンバーワンは12日にえ決算を発表しております3月から11月期第3クォーター累計計上が18%減益 9月から11月期も6%減益。24年2月期第3クォーター累計の連結計上利益は前年同期比18.4%減の6.2億円に減り、通期計画の12.7億円に対する進捗率は49.2%にとどまり、5年平均の52.8%も下回った。9月から11月期、 第3クォーターの連結計上利益は前年同期比6.0%減の1.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.7%から5.0%に悪化した。こういった内容でした。次に第5位。先週金曜日2474円。現在2220円。 株価はマイナス10.27%下落し、先週金曜日の利回り3.64%から現在4.05%に上昇した東洋タイヤです。東洋タイヤ、このように大きな下落となっております。これについては金曜日もお話しいたしましたが、分収法での急落です。 文春オンラインは19日午前、ホンダの人気車種 NBOX で使用されている部品をめぐり、製造元の大手自動車部品メーカー、東洋タイヤが両社の契約で定められた管理基準から大幅に外れた数値のまま納入していることが週刊文春の取材で分かったと報道。これを懸念する売りが出ているようだ。 記事によると同社はこの部品について自社の検査で管理基準を満たしていないという結果が出た事実をホンダに報告しておらず、この部品はすでに出荷された車にも使用されている可能性があるという、こういった状況です。次に第4位。先週金曜日616円。 現在539円。株価はマイナス12.50%下落し、先週金曜日の利回り3.57%から現在4.08%に利回りが上昇した日本国土開発です。日本国土開発、このように続落している状態です。こちらが 発表された決算です。15日の決算今期計上を1点赤字に下方修正配当も4円減配24年5月期第2クォーターの連結計上損益は79.9億円の赤字に転落した合わせて通期の同損益を従来予想の65億円の黒字から57億円の赤字に下方修正し 一転しして赤字見通しとなった。業績悪化に伴い今期の年間配当を従来計画の26円から22円に減額,減額修正した9月から11月期第2クォーターの連結計上損益は73.5億円の赤字に転落し売上営業損益は 前年同期の0.8%から23.1%に急悪化した。こういった内容でした。次に第3位。先週金曜日848円、現在742円、株価はマイナス12.50%下落し、先週4.25%の利回りから 現在4.8。5%の利回りに上昇した東京産業です。東京産業このように続落しておりましたが、反転しそうな形に見えてる状態です。こちらが15日に発表された決算です。上期最終は1点、赤字転落で下振れ。着地。 24年3月期業績を未定に変更。24年3月期第2クォーター累計の連結最終損益は31.5億円の赤字に転落し、従来の12億円の黒字予想から一転して赤字で着地。合わせて従来の通期業績予想を取り下げ、未定に変更した。7月から9月期。 第2クォーターの連結最終損益は37.9億円の赤字,に赤字に転落し、売上営業損益率は前年同期の4.9%からマイナス0.6%に急悪化した、こういった内容です。次に第2位、先週金曜日357円、現在312円。 株価はマイナス12.61%下落し、先週5.60%の配当利回りから、現在6.41%の配当利回りに上昇したアルデプロです。アルデプロ、こちらは先ほどお話した理由での急落です。このような急落になっている状態です。そして第1位。先週 先週金曜日が949円、現在811円、株価はマイナス14.54%下落し、先週金曜日の3.50%の利回りから、現在4.09%の利回りに上昇したイドムです。イドムの方、このように下落が続いている状態です。 こちらが1月12日に発表されたイドムの決算です。今期計上を1.9%減益に下方修正、配当も2.64円減額。24年2月期、第3クォーター累計の連結計上利益は前年同期比22.6%減の105億円に減った。 合わせて、通期の同利益を従来予想の185億円から166億円に10.3%下方修正し、一転して8.5%減益見通しとなった。業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の35.8円から33.16円に減額修正した。 9月から11月期、第3クォーターの連結形状利益は前年同期比32.1%減の36.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.6%から3.6%に悪化した。こういった内容でした。次に、高決算なのに急落した4名柄についてお話しいたします。まず、第4位。 決算内容としては、今期、今期最終は赤字縮小を発表し、先週金曜日364円から現在337円にマイナス7.42%下落したエレメンツです。こちらが発表されたエレメンツの決算です。今期最終は赤字縮小。23年11月期の連結最終損益は 3億3800万円の赤字に赤字幅が縮小し、24年11月期も1億7500万円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。8期連続赤字になる。9月から11月期、第4クォーターの連結最終損益は3600万円の黒字に浮上し、売上営業損益率は前年同期の マイナス33.8%から12.5%に急改善した。こういった内容でした。赤字縮小の発表でしたが、このように株価はマイナス11.6%の下落となり、その後も下げが続いている状態です。一方、このエレメンツですが、スパンを長くしてチャートを見ると、 23年、昨年の3月3日、1385円から右肩下がりに下がっており、株価は4分の1くらいに下がってしまっている状態です。次に第3位。決算内容としては、紙機形状を30%情報修正、通期も増額という発表をしましたが、先週金曜日、株価、 797円から現在700円にマイナス12.17%下落した北川製規です。北川製規の決算がこちらです。紙機形状を30%情報修正、通期も増額、24年6月期第 2, 第2クォーター累計の連結形状利益を 従来予想の3.3億円から4.3億円に30.3%上報修正し、増益率が81.3%増から2.4倍に拡大する見通しとなった。業績向調に伴い、通期の連結形状利益も従来予想の6.6億円から7.4億円に12.1%上報修正し、 現益率が17.9%減から8.0%減に縮小する見通しとなった決算発表の翌日情報修正の発表にもかかわらず株価はこのようにマイナス11.5%の下げとなりましたが現在は下げ止まったようにも見える状態です次に第2位 3月から11月期、第3クォーター累計採集が19%増益で着地、9月から11月期も7%増益という発表をしましたが、先週金曜日、株価4592円から現在3513円、株価はマイナス23.50%下落したベイカレント・コンサルティングです。 こちらがベーカレント・コンサルティングの決算です。最終が19%増益。9月から11月期も7%増益。24年2月期、第3クォーター累計の最終利益は、前年同期比18.7%増の175億円に伸び、通期計画の255億円に対する進捗率は、 5年平均の63.5%を上回る69.0%に達した。9月から11月期、第3クォーターの最終利益は前年同期比7.4%増の63.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の41.6%から36.2%に低下した。こういった内容でした。 増益の発表にもかかわらず、株価はマイナス11.5%の下落となりましたが、現在下げ止まったかのようにも見えます。ベイカレントは前回の決算でも26%増益の高決算でしたが、このようにストップ安となり、2週間ほど下げが続いた後、ゆっくりと元の株価に戻しています。 そして第1位9月から11月期第1クォーター形状は赤字縮小という発表をし,しましたが先週金曜日602円から現在420円にマイナス30.23%株価が下落した出前館ですこちらが出前館が発表した決算です9月から11月期 1> 第1クォーター形状は赤字縮小。24年8月期第1クォーターの連結形状損益は12億円の赤字に赤字幅が縮小した。9月から11月期第1クォーターの売上営業損益率は前年同期のマイナス34.8%からマイナス10.4%に急改善した。こういった内容でした。 決算発表がえ、決算が発表された翌日、赤字縮小の発表にもかかわらず、このように株価はマイナス16.7%のストップ安となりました。その後も続落していますが、現在は下げ止まったかのように見えます。こちらがその時の記事です。出前感がストップ安。 9月から11月期 GMV オーダー数減を嫌気。決算単身と合わせて開示した決算説明会資料によると GMV が前年同期比8%減、オーダー数が11%減となったほか、アクティブユーザー数が27%減となっており、これを嫌気した売りが出ている。 9月から11月期の売上高は121億700万円。営業損益は12億5600万円の赤字だった。損益面では配達原価の適正化や規律ある投資の継続により営業費用が縮小したことが走行した。なお、通期の増収、赤字見通しに変更はない。こういった内容でした。 次に注目の急落3銘柄です。まず1つ目は、桜インターネット。こちらは11月,あこちらです、ね、11月8日の1055円から2ヶ月で4倍の4295円に上昇しています。木曜日、突然ストップ安となり、金曜日は足長十字線となっています。 これについては、後ほどもう一度お話しいたします。そして2つ目は、サスメド。11月15日の1399円から5日で半値以下の694円に急落しています。一方、金曜日については下げ止まったようにも見えます。サスメドについては記事が出ております。 要点だけお話しすると、開発した睡眠障害用のアプリが厚生労働省が有,有用性を認めず、このため期待していた診療報酬が入らないとのことになったための急落です。そして3つ目はシフト。11月12日の35,090円から5日で27%急落し、 現在25,585円になっています。金曜日はプラス0.53%の上げとなり、下げ止まったかのようにも見えます。こちらがその急落についての記事です。シフト、一時ストップ安。第一四半期営業利益は前年比横ばいにとどまる。 先週末に第1クォーターの決算を発表営業利益は18.2億円で前年同期比0.4%増となっている上半期予想レンジ下限である46億円に対する進捗率は39.5%にとどまっている前四半期比では45.5%の減少に成長に向けた人的投資 および体制強化など積極投資を行ったことで利益率が低下する状況となっている高い成長期待から高バリエーション水準にあるため収益成長鈍化に対するネガティブな反応は強いようだこういった状況でした次にプライム市場かつ売買高100億円以上の高配当銘柄の動き 一般的には新 NISA のストライクゾーンと言われる銘柄ですこちらが対象銘柄ですが現在利回り3.75%以上でプライム市場かつ売買高100億,100億円以上の銘柄はこの8銘柄だけになってしまいました利,利回り第1位が JT 現在の利回りは ですそして第2位は神戸製鋼、利回り4.53%そして第3位はソフトバンク、利回り4.42%日本製鉄が第4位で4.36%武田製薬が第,位第5位で4.33%アステラスは4.09%東洋タイヤが4.05% そして、みずほフィナンシャルグループが3.93%になっています。朝鮮三井と住友商事は株価が上がったため、利回り3.75%を切ってしまったことで対象外となっています。4%以上だと、このように JT、神戸製鋼、ソフトバンク、日本製鉄、竹田医薬,薬品、 この5銘柄しかない状態です。どれもこの1週間でさらに値上がりしています。決算ラッシュが近づいてきましたので、大型銘柄の増配に期待したいところです。やはり大型銘柄で5%超えの銘柄がなくなってしまったのは非常に寂しいところです。次に新入サランキングに激震についてお話しいたします。 これは週刊,、えー、週刊買付の先週のランキングと今週更新されたランキングです。最新の買付ランキングによると、第1位が JT、第2位が NTT、第3位が三菱 UFJ、第4位が三菱商事、第5位がアステラス、第6位がトヨタ、第7位が武田薬品、第8位が 三井住友フィナンシャルグループ。そして第9位が桜インターネット。第10位が日本製鉄。このような順になっています。米国株では NVIDIA が第1位。第2位がテスラ。第3位がマイクロソフト。そして新しいところでは第4位にアドバンストマイクロデバイスが入ってきています。 そして投資信託の方はほぼ変わっていない状態です。私はこれに驚きました。第9位の桜インターネット。何に驚いたかというと、こちらは時価総額で並べたものですが、このように大リーガーの中に高校野球の選手が入ってきたような感じです。 桜インターネットは集計期間の1月15日から1月19日の間、特に変動が激しく、前半はストップ高を含めた3連投から、後半はストップ安を含めた2日続落の状態になっています。値動き、このようになっています。新人差という 高倍層ですから、急落で買ったとは考えにくいので、買ったのは週前半の急騰中だったのだろうと思います。つまり1月15日から17日の急落急騰は、新ニーサの高倍層が株価の上昇に大きく加担していたのではないかと考えられます。確かに、年明けから異常に出来高が増え、 通常、急落,急落時は、えーこ、このような急落時は、出来高は急増するものですが、ここでは極端に減ってしまっています。一方、金曜日はリバウンド狙いと思われる買いで、出来高が再び急増しています。だとすると、新ニーサは損切りがしにくい口座なので、 買われて勝つほど売りは出ないのかもしれません。また、空売り期間も今回の集計公表で新ニーサでの購買層が多かったことで、底割れ狙いはやめて売り,売り玉の引き上げに入るかもしれません。こちらが桜インターネットの直近3ヶ月の信用取引状態です。 空売りも信用買いも減少傾向にあります。先週は出来高が急増したものの、通常は出来高が 100, 100万株から200万株の銘柄ですので、受給には可もなく不可もない状態と言えるかと思います。1月31日が決算ですので、決算に向けて色々なケースが考えられるので、 今週の桜インターネットは面白いかもしれません。週明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。